スゲーム。ネットフリックス史上おそらく最も緩いゲームバラエティでサマーズも有吉も大盛り上がり。旗揚げチャレンジ、赤開けて白朝開けて朝げって言わないの。白朝げって序盤なのにさ、すげえ面白い。一文字ろうそく火消し、ちいや、今ちょっと口は風だったけど。トスバッティング、山本浩二、山本浩二さん。有吉もどれがやだよ、下すぎなんだよ。毎週やりたいです。これネットフリックスですよね。やったことないだろ。名アシスト有吉、ぜひネットフリックスでご覧ください。